はい、では、高橋宏樹のシネマ館配信ですけども、今日もインタビューしたいと思いますが、今日はね、ドキュメンタリー映画なんですけども、監督ではなしに、そのドキュメンタリーで撮られてる方ですね、の方とお話しさせていただきたいと思います。まずは自己紹介のほどお願いいたします。長倉博美と申します。はい、で、よろしく。フォトジャーナリスト、写真家でもどちらでもいいんですけど、写真を撮っています。はい、よろしくお願いします。今回、そのね、長倉さんを追っかけたドキュメンタリー映画ということで、新しい言葉で、フォトドキュメンタリーって聞いております。普通、ドキュメンタリー映画って言うんですけど、今回は、フォトドキュメンタリー、鉛筆と銃、長倉の目ということでね、拝見させていただきまして、いよいよ関西の方で公開が始まるわけです。けども、そうです。はい、いつもね、こういうインタビューの時は、どちらかというと監督とお話しさせていただくことが多くて、出演されている方と、ドキュメンタリーなんで、本当は映画を見てほしいですけど、お話聞いたらそのまま長倉さんのことが分かっちゃうんで、あれですけども、まあ、映画は映画で見てほしいんですけども、ね、拝見させていただきまして、ずっと追っかけてるかと思ったら、やはりその撮られた写真もたくさん挿入されてて、よかったですけどね。まあ、これは、そうですね。フォトドキュメンタリーっていうのは僕も初めて聞いたんで、僕が名付けたんですけど、まあ、どういうことかというと、ドキュメンタリーっていうと、映画っていうと、大体動く絵ですよね。動く絵っていうか、映像。ただ、今回のこの映画は、作り始めはそう、あんまり意識してなかったと思うんですが、ポンポンと挿入ぐらいの写真を挿入するイメージだったのが、監督が多分ですよ、作っていく中で、もう写真を生かそうと、最大限に生かしたいということで、写真を本当に非常に僕から見てもうまくつないでるんですね。だから単なる挿入の写真じゃなくて、写真自体が一つ一つは止まった写真なんですが、これがある意味でシチュエーションは全部違うんだけど、表情なら表情、動きなら動きってことで、すごい動いてるように、本当に映像のように見える瞬間が結構多くて、見た方の感想はやっぱりそういう感じなんですね。映像が動き出すような、スチール写真が動き出すようなって感じで、そうですね、だから。ああ、そうなんだっていうことで、僕は、ああ、本当にこれこそ本当にフォトドキュメンタリーだな。要するに、動きが主じゃなくて、逆に言うと、写真を生かすための動画も入ってるんですよ。もちろん僕が喋ったり、僕の北海道の実家で僕が雪かきしたり、母親を出したり、いろんなとこも入ってるんですけど、基本的には僕がずっと追いかけてたマスウドという人の表情、彼はもう20年経ちますけど、亡くなってる、時間が経ってるんですね。だけど、その写真を見せることで、あたかも彼が今、画面の上で生きてるような、そういう感じに作られた映画なんですよ。そうですね、だ見かてら、てね、本当にその今も一緒に撮られてるっていうかね、そういう感じですよね。撮った時はやっぱり写真家っていうのは、その瞬間、そのシーンに全てを込めて、彼の生き様も思いも、そして僕が感じてることも含めて写真にするんですよ。だからある意味で写真っていうのはこういう形は完成形なんですね。それなりに。撮った人なりに。それを逆に言うと、繋いでいくっていうのは逆に言うとすごい濃縮なわけですよね。一つ一つの空間を完成されているものを、ある意味で完成されているものを繋いでいく。だからもう本当に緊張感というか、ここで緩やかな映像が入っちゃうと、やっぱそれが途切れる可能性がすごくある。だから監督は最終的にたくさん動く絵はあるんですよ、実は。アフガニスタンにも彼、僕と一緒に行ってますし、行けないときは現地のカメラマンを使って、これとこれを撮ってくれってのはたくさんあるんです、素材は。だからそれを彼は落として、落として、落として、落としたら、写真が中心で、僕の語りとか、シチュエーションは映画ですから、入るんで。だからそういう意味ですごいこう緊張感っていうか、結構引き込まれるっていうか、それなぜ引き込まれるのかって僕はまあ勝手に話すとですね、そこには3つの性っていうか、生きてるっていう3つが入ってる。その長倉宏美のある意味で人生40年を描きながら、最初からですね、フリーになって、世界の戦場を目指して、そしてマスードと出会う。
マスドって人と出会う。はい。そこまでの僕をある意味で立ち上げてくれてるんです。しっかり丁寧に描いてます。そうですそね。してマスドと会って彼と一緒にカブール入城を果たし、彼が戦乱の中で苦境の中にある、戦いがなかなか終わらない中で苦しんでる様子、そういう姿も映る。そして彼が2001年自爆テロで亡くなってしまう。そこで物語、僕の中で一回物語が終わったんですね。マスードっていう取るべき人がいなくなって、アフガニスタンも彼の愛した人々も取る気力を失った。ただ僕は、彼の一周忌の時にですね、彼がよく行ってた山の方に行った時に、村の住民たちがよく覚えていてくれて、そうしてくれて、なおかつ見てくれっていうのがあって言ったら学校だったんですよ。本当に粗末な石造りの机も椅子もない、ドアもない、何もない学校。子供たちが椅子に座って勉強してる。ここに行って、子供たちの真剣な目を見たときに、ああ、マスードは教育が大切だなっていつも言ってた。この国は戦火にまみれたけど、再建するのは子供たちだ。だから今こそ、この戦乱の中でも教育をやらなくちゃっていつも言ってたんですね。で、学校を作りましたし。ですから、彼の言葉が蘇ってきて、この子たちが未来に向かっていけるように支援しよう。そこで子供たちの話にどんどん移っていって、彼らの夢とか生活とかを描く。3つの、なんていうんですかね、柱、この絵の中にあるから、第3三つの章人みたい生ね。がこうね、こうクロスしているわけですよ。そうそでれすはすね。ごく、僕としては、監督よくぞ作ってくれたっていうか ねえ、だから作ってもう、くれたなと思ってます。前半ね、長谷さんの本当、普段の生活とかね、お母さんとのやりとりとかも、そういうドキュメンタリーなんやなと思ってたら、やはりこの舛人さんとのね、友情というか、絆というか、その辺も描いてて、で、アフガニスタンの情勢とかもね、あまり伝えられてたんで、で、そこからやっぱり最後の方はそういう山の中の生活、追っかけてるところも、ちゃんと分かれててね、拝見しましたけどね。そうですね。だから、アフガニスタンっていうと、どうしても難しく考えちゃうじゃないですか。多くの国、イスラムの国。だけど、それを全部取っ払っても、長倉という人間がそこに移ってて、そして同年代の、国民的英雄だったマスードというすごいすがすがしい人物。本当に欲のないというか、戦場という狂気の中にいても、正気を持ち続けた人なんですね。だから彼の周りにいる人たちはいつも朗らかで笑顔があって、だからなんか、ここ本当戦場なのかなと思うことがたくさんありましたよ。だからそういう二人の人間が交差して、その先に子供たちがいて、アフガニスタンの未来を託すっていうような、そういうストーリーになってるので、もう本当に政治のこと、戦争のこと、そんな関心なくても、そこに人間が映ってるっていうのは僕はレベルな。僕も映画結構見ますし、コメントも頼まれて、もちろん書くこともあるんですけど、自分ではちょっと今コメントしたら長くなっちゃったかな。長くなっちゃったぐらい、結構皆さんにぜひおすすめというか、見ていただきたいなと思ってます。そうですね。その暗いイメージもあるのかなと思ったんですけど、やっぱり雄大な風景を撮ったこととかたまに入るんで、それで、心が癒されるというか、ね、そうそういですう、ね。ね、だから、ホットも。今、アフガニスタンの現状ってタリバンっていう過激な人たちが支配してて、状況は暗いんですよ。だけど、そこを伝える映画じゃなくて、大変な状況だけど、この子たちの生き様を今見て、この子たちがきっとアフガニスタンを良くしてくれるっていう希望を描いた映画でもあるんですね。そうですね。未来希望。そして、やっぱりテーマの奥底に平和っていうね、のが、そうですね。我々拝見してて、それを強調するほどとか動画とかはなかったんですけど、やっぱり全体としてのテーマ性が、やっぱり平和っていうか、ね、それそのう思いが我々伝わってきましたけどね。です。笑顔、最後は子供たちの笑顔がたくさんあって、その笑顔っていうのはやっぱり気持ちがいいんですよね、これ撮ってても。だから、平和っていうのも、人は悲しい、戦火で悲しんでる表情も撮れるんだけど、その中でも悲しんでるだけじゃなくて、こう乗り越えようとする強さみたいなのを、僕はずっと写真で撮りたかったんですよ。だからそれを、この監督もそこの意を汲んでくれて、ただの今の時代を映したものじゃなくて、そうですね。
時が経っても、これ20年経っても、30年経っても、はい。見れる映画だ、映画じゃないかな、僕はすごく、自分で言うのおかしいんですけど。いえ、だから別にね、反戦映画でもないしね、その戦は争をい。取り上げた映画でもないんでね、はい。本当にまあ、アナザー的なところを捉えてる作品やなと思いながら、そこで、どうしても中川さんの名前が出てくるから、はい。中川さん中心のドキュメンタリーと思ってたら、逆に中川さんの目から見た、こうなんかドキュメンタリーみたいなね、そうです逆にね。河村監督が撮ってるんだし、中川さんが監督でなんか映画を撮ってるような感覚にもなりましたけどね。はい。音楽もすごくいいんですよ。はいはい。だからね。僕は一人でいつも取材して、自分で発はい。表して、自分で本を書いて、そこで完結してるんだけど、はい。今回映画の方に一緒に写真を僕が監督が選んだものを出したり、打ち合わせをしたり、音入れっていうんですか、ナレーションを入れたり、はい。うん。はい。そういうところで、ああ、その時はなんか違うなと思っただけだったんだけど、はい。できたものを見た時に、音楽、そして編集、これ全部あって映画なんだなってことをうん。うん。強く思いました ね。音ね。楽すごくいいです、本当に。ね、よかったですね、全体作っ的てくれにね。た。はい。別にそうだ、長倉さんから監督に対しての、まあ、こう、要望っていうのはそんなに多くはなかったですけど、そんなにこもうおれは任監せ。督の映画ですからね。うん。僕はこう作れとか、ああしうん。ろとか、ほとんどなかったですね。うん。で、た監だちょっ督、とうん。細かい言い間違いとか、はいはい。の、まあちょっと言葉遣いとかね、いはい。くつかこれよりもこっちのがいいんじゃないのって話はしたりうと。んなね。うん。監督からの要望もそんなになかったという感じですかね。もうお任せしそうまですすと。ね。そのまま撮るっていう感じで、ね。監督はね、雪かきとかを撮ったんですよ、僕が書いた。だけど監督としては、リクエストとしてはね、なんか屋根の上に登っていくかきできないかなっていう。ダメダメ、そんな、落ちるからダメダメって言って、そうそれいはう要ね、望ですね。そういう要これ望でなんもですない。ね。もう取る方の要望じゃなしに、そこじゃあ、の、俺、それだった方がいいなとかって言って、実際のいや、方ダのメダメ。動きの要望やったんですね。なるほど。そうですね。わかりました。だね、けど、本ま当に自然なままで、撮れたし、監督ともすごい長い時間を過ごしてるので、ね、こう、あまり肩肘っていうか、意識したもんじゃなくて、結構、カメラが小さいですからね、こんなカメラで昔みたいな、こんなので撮られたら、するかもしれないけど、こんなんで撮ってて、これ、本当に映画になるのかなと思うぐでらすいよの、ね、な感じでした。ね。今、やっぱりデジタル化になってきたからね、その辺が、あれですね。でもまあ、それ一人ですからね、撮るのね。普通だとテレビだと音声とか、ついてくるじゃん、ディレクターとか。全然ないんで。どうせ、長倉さん自身ももう、ちょっとまあ、写真も撮られてますけど、ちょっと動画に挑戦しようかなっていう気には、今回ならなかったですか？ きっかけならとしないて。な、僕は。もう、僕はまた写全真で。く別物なんで。ポイントはやっぱ違うんですね、動画と映画の。なる映ほ画っどてやっね。ぱ緩やかに周りも見せながら見せると思うんですけど、私は本当に一瞬にこう凝縮するっていうところがあるので、なるほどね。だ私けはど、ね、こあんう、まり撮るはい。方がうまくないんで、もう拝見させてもらって、ね、どうやったらこういう一瞬が撮れるんかなっていうのを、すごく、それも勉強させてもらったところもあります。ね。ですからね、写真が好きな人とか、はい。写真勉強してる人とか、はい。そういう人にぜひ見ていただきたいんです。そう見ですていただきね。たい。そうですあ、ね。こういうふうに写真って使えるんだっていう。自分ながるほど撮っね。てる一枚写真とは違うところで、そして音楽があり、語りがある。で、僕の発音が悪いって、実は音楽監督に言われてですね、北海道なまりがあるって言われて、標準語話してるつもりなのにっそうですね。そんなに今お話してて、て言って。特そに、れで僕は、撮り直しのとこは結構あって、スタジオに来て撮りますからって言われてですね、まあもう行っ北海道もて、ね、北海大道変でかすら東京まで行ってですね、またお手本したり。東そ北れで、の。結果的にはすぐ結果オーライで、僕は良かったななるほどね。そうですか。思ってます。もうね、先ほど言っていただいたんですけど、本当に、写真に興味のある方にも見ていただきたいし、あとやっぱりちょっとそういうね、平和的なことを考えそうですね。アてフガニる。スタンっていうすごい魅力的な国なんですね、もともと。僕は学生時代から行ってて、戦争前から行ってたんで、その頃に行ってた人がたまに僕の写真展とか本を買って話しかけてくるんですけど、
これは良かったですねっていう、アフガニスタン良かったですって話で、やっぱそうシルクロードの十字路として、ですね。いろんな民族が入り混じり、文化が入り混じり、そういう豊かさがあった国なんですね。戦争が長く、ロシア軍、ソビエト軍が侵攻してから、ずっと戦いが未だに続いてるという状況なんだけど、必ずいつか平和になる。それはマスクが言ってました。必ず平和になる。いつそうかですとね。は彼は言わなかったけど、その日を僕は待ってるし、多くの日本での方でアフガニスタン行った人、あるいは関心ある人が、絶対行ける日が来るので、その日を夢見ながらですね、ああ、こんな国なのかとか、なるほど。見ていただけるとですね、将来、時のなんていうの、思いが膨らむっていうか、というふうに思います。ぜひとも映画見ていただいて、それからよかったらまたね、中さんの本ね、買っていただいたら、そうですね。広がるかなと 思います。本ほ当どはのないわけでもいいんですけどね。見て、ほどなかったでもいいんだけど、いやいや、それはないとこ思いとまはす。ないと思います。はい。アフガニスタンってね、扱うとどうしてもちょっと悲しみだけがはい。前へ来ちゃうんですけど、今回はその、やっぱりそういうおっしゃったように笑顔があるから、もう前向きな、ね、希望の光って言いますかね、そんはい。なの感じ取れるかなと思いますんで、はい。あれ、後味がいい作品でしたね。はい。はい。よかったぐーっです。とぐーっはい。と考え込むんじゃなしに、っていう作品で終わってましたね。はい。嬉しかったです。映画終わってから、東京でやったときはですね、僕は舞台にいないんです。後ろにいて、これから出ようかなっていうときに、もう映画見た方から拍手がバーって結構そうです起きてね。です。嬉しかったです。とても。なんかだからもういろんな思い、その拍手の中にも多分いろんな思い、長さんに対してもあるし、そのね、捉えた方のに対しての思いもあるし、アフガニスタンに対しての思いも含めての多分拍手かなと思います。私はまあ一人で見たんで拍手までは行きませんでしたけど、心の中では、そあ、ういそううで思すか。いありで、がとうさせていただきましたので、ぜひとも皆さん劇場の方で、それをね、ちょっと感じ取っていただきたいと思います。今日はね、北海道からお忙しい時間、どうもありがとうございました。これで多分今日お話聞いて何人か見ようという方が、何かって言われ、何十人かぐらいです。魅力ですけども、こちらも応援させていただきますんで、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。